私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日、琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶湖一周行脚。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。今年はエアハグ、エアハイタッチ、エアバーコードなど直接触れ合わない形でのご挨拶をお願いしています。今回の放送はここからだもん。トロ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 。ビワイチヤンギャ第2シーズンスタート。今年は7月1日にスタートした安のおっさんビワイチヤンギャ。8月5日までに大津市から高島市まで進みました。9月から残りのエリアを歩きます。9月7日、台風が通り過ぎていいお天気。この日は夕方からのスタートです。じゃじゃーん。いや、台風一家、台風のおじいちゃん、はい、台風のおばあちゃん、はい、台風のお父さんお母さん、はい、台風の子供、はい、台風一家かな。あ、はい、分かった。分かりました。西日が見てみー、わしの今のキレのいいギャグに。西日がピカーっと、面白いよって。あ、暗なった。タックルのリアクション良くなかったからな。はい、そうそう、陰りがな。まあ、ちゅうことで、はい、うん、今日ちょっと台風過ぎて、はい、ちょっと昼間雨降ってたけれども、夕方ちょっと行けるんちゃうかと。そうですね、呼び出しがかかり、はい、うん、頑張って歩こうかなと、はい、ちょっと後ろみんな見てみて、くるっと、はい、これ見て、まっすぐな道、はい、おめげんように頑張っていくで。はい、よろしくお願いします。よし、頑張っていきます。はい、行こう行きましょう。しばらく湖岸から離れて歩いてきましたが、東に向かい湖岸を目指します。それにしても風が強い。ちょっと向かい風気味だから、大顔面のわしには辛いわ。やっぱりテレビは大画面になっていくけど、大顔面はちょっと辛いとこある。大顔面は辛いです。うん、もろ受けるからな。台風の後だけあって、はい、風強いな。風はそうですね。大丈夫かな。ちょっと恐怖の強風なってんかな。なってるかもしれないです。かなり風が強いので、今日雰囲気悪いな。風と戦いながらテクテク進みます。初めての秋の行脚。稲の実る田んぼが広がっています。あ、稲がだいぶ実って、やっぱり品種によって刈り取り時期違うやろな。あ、そうですね。そうそう、ほんでほら、ちょっと寝てるやつ寝てへんやつあるやろ。ありますね。その品種によって熱、ね、いのあったりなかったりするんだよ。さすが大さん詳しいですね。
怖くなおにぎり食堂やってるやん、お米詳しいで、うん、足元に銀杏発見。風でやな、はい、このイチョウ並木の銀杏が落ちてしもてるわ。何銀なことやな。タックル、はい、今日このコース、はい、どういうコースや。まっすぐでかなり大変だ。大変やな。ちょっとでも楽しいしようとしてるの誰だ。誰や。安本さん自らが。そうやな、楽しくしようと。そのダジャレを受けた時の受け方、はい、それでいつもより 1.5 倍ぐらい。もう一回するで。銀杏が落ちてしもてるんやわ、はい、あ、もう落ちてるんですか。おー、何銀なことやで。あははははは、愉快だな、一歩一歩進むな。強い風と長い道、テンションを上げて駆け抜けたいところです。どんどん風が強くなってきました。強くなってきたんちゃう、風横風になっとるわ。風が押されてるわ。何これ、きつー。あ、みんな行くで、せーの、恐怖の恐怖。あれ全然合わせてくれへんよ。この辺りは田んぼの広がる絶景ポイント。その分風を遮るものがなく、風と真っ向勝負することになります。風にも負けず、おっさん長い道をテクテク進んでいきます。頑張って。安のおっさん、ワイチアンギャ、まだまだ続きます。今年も安のおっさん、ワイチアンギャ、応援してくれるみんなを紹介するよ。琵琶湖の日プロジェクトと仲間たち、行ってみよう。あれ、なんか店変わったん？はい、リニューアルしました。ここはシューズコーナー、オーダーメイドはもちろん靴のリペアまで受けたまっております。あ、そうや、わしのスーツ適当に見繕って。安野さん、スーツ選びも大事な仕事です。スーツの着こなしはトップセールスマンの常識。ほんまや、第一印象めっちゃ大事。当店では自信を持って勝負できるパワースーツをお選びします。おっさんに見えるパワースーツ欲しい。それはちょっと無理。おっさん頑張って。フルオーダースーツといえば JR 片田駅前通りのリスポンテーラーガイ、お待ちしてます。今年もありがとうね。エアバーコード行っといて。あれ、なんか皆さん素敵なマスクしてあるな。甘いマスクとは知ってたけども。社長もあれ、スーツと一緒やん。ザンプマスク。ザンプマスク、オーダーなので生地が余ってしまいます、うんうんうん、余った生地を使ってマスクを作ります。あ、ザンプっていうのは残った布と書いてザンプザンスいうことなんや。いやー、素晴らしい。スーツの着こなしは、はい、もうできるサラリーマンの常識いうのはこうちょっと聞いてみたんよ。
営業マンだけじゃなくて人が、はい、第一印象が 90% を占めるって言われてるんです。今夜で見たことあるそんなの。確かに僕らはスーツを買っていただくだけじゃなくて、うん、そのスーツを通してその方の価値も僕らは見出していきたいなっていう思いがあって。なるほど。ファッションというものは、うん、大体約5年サイクルごとに流行というものがある。スーツといっても1個ちゃんとどんどん変わっていってるよね。なるほど。よりよりのシャツとかっていうのがやっぱり女性目線としては、世の中にあるオーダースーツってもう 95% がパターンオーダースーツ。パターンオーダースーツというのは何か、既製品をちょっと微調整して、で生地やボタン、裏地を選んでもらえるだけの既製品をちょっとアレンジしたのがパターンオーダースーツ。これオーダースーツ、何が違うか、1センチじゃないです。5ミリ単位で体に合わせていきます。体型補正、撫で方の方や前方の方、お腹だけポコッと出ておられる方、そういう方にも全部合わせていきますので、ご安心してご来店ください。あら、ちょっとなんか雰囲気の違うスタッフさんや。こんにちは。こんにちは。何をされてるスタッフさんなんですか？はい、オーダーシューズを作ったり、靴の修理やメンテナンスをさせていただいてます。フルオーダースーツだけじゃないってことですか？はい、そういうことだ。いいとこ気づいてもらいました。ありがとうございます。確かにスーツとシューズ着たい、はい、ここもパジャマで着たら全身そう。素晴らしいな。頑張って後半戦頑張っていってくるね。おきにありがとう。里親って何？安野おっさん、里親って何？そら、白くて甘いもん売ってる店やろ。それは里親じゃ。いつジョークやかな。里親いうんは子供を迎え入れて親子になる人のことやろ。それは戸籍上の親になる養子縁組里親のことじゃな。実は里親にはいろんな種類があるんじゃ。へえ。養子縁組はせずに一定期間子供を育てる養育里親。それから親が出張や病気や出産、育児疲れで一時的に子供を預かる里親などがあるんじゃ。どうやって落ち着き持てる社会がええな。持ちつ持たれつじゃ。待ちこだ。里親さん増えてほしいな。特別な資格や子育て経験も不要。滋賀県里親会で検索。待ってるで。今日のエンディングはこちら。全国ニュースの勉強で日本地図見て思うことある。なんて琵琶湖も離さないね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信寄ってるで。ウェブアミンチュで。